はい、じゃあ今日は、はい、視聴者さんのクラブセッティングご紹介動画でございます。今日ね、スカイウェイで一緒にラウンドした小手崎隆二さん、年齢63歳。60歳だけど60歳ね。隆二さん、トラック野郎隆二さんのクラブセッティングで、これがね、完成したキャディバッグ、はい、これベースは俺と一緒、煙突。え、ここのこの段差は何、この段差は、ここは、これはだから継ぎ目を隠すのに、あー、煙突の、いや違う、布貼った、あ、布貼った継ぎ目を、そう、で、この布は何の布っちたっけ、これトラックのカーテンです。カーテン生地、これすごい。で、ここもゴールドでね、はい、これ今まで見た中で一番丁寧ですよ、これ、はい、ゴールドで、小手先器用なんですごいよ、これほら、この取っ手がいいよ、取っ手が、これこれで、ちゃんと中これね、飛び出てないようにしてね、これで、この緑色に貼ってあるやつは、あれだから中のクッションというか、ネジ、シャフトにネジが当たらないように、クッションです。これだって手突っ込んでやったの、そうということで、隆二、はい、さんのバック紹介でございました、はい、そしてクラブはい、次クラブ、はい、あまりいっぱいって何だか分かんなくなる。これはマクレガーのアイアンマスター。アイアンマスター、はい、IMG じゃないの、うん、アイアンマスター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 バターね、はい、アイアンマスター。でも IMG みたいだね、グーサー入っててね。で、これにシャフトがヒロタゴルフさんのメガの黒、はい、ちょっと素振りしてみて、ブルブルしてみて、ブル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 なる、ブルブル、あ、まあまあそのぐらいの硬さね。トンボと一緒は鉛筆打法、鉛筆打法、はいはい、次、はいはいはい、そしてショート、ショート、うん、ショートはチッパー、これどこで買ったっけ、これアマゾン、これピンのあれと全く一緒だよね。あ、マイクつけるの忘れてた。まあ入るか。結構アップライトっすよね、これね。アップライト。ね。うん、45度。これもメガの黒。え、これもっていうか全部メガの黒。全部メガの黒。で、統一。こだわって。ヒロタゴルフさんの。はい。こだわって。黒で。黒です。何色にも染まらない男の黒。なんだそれ。ロジャーの黒と言ったら小手崎隆二ぐらいので、ミドルはこれね、はい、ジャック・ニクラウスの33度、はい、オリマーじゃなくてジャック・ニクラウスっていうのがこだわりだよね、もうね、はい、もはや、はい、もう割れそうですね、そろそろ割れないよ、大丈夫33度で、これもメガの黒、はい、で、はい、今聞くの忘れたんだけど、うん、この45度で、うん、マックス何ヤード、130以内。え、130もいっちゃうの、いっちゃう、で、その内訳はどうやって内訳ってんの、ん、で、130、マックス、フルスイング130でしょ、フルで130でしょ、じゃあ100ヤード打つときどうやって打つの、100ヤード打つときは大体自分の中で9時3時。うん。はい。振り幅でね。振り幅ね。うん。振り幅。なるほど。開いてカットとかはできないんで。やってくださいよ。はい、やります。頑張ります。で、33度は何ヤード、160から、160から130まで。うん、間 ね、うん、じゃあこれも130打つときは9時3時9時3時ぐらいか、あとちょっと短く持つか、あ、なるほど、ね、なんかして、うん、で、ロングが、はい、ロングはまあまあこれはあのティーショット伸びよねですね、まあ15度あるんで、うん、本当に怒ったときだけ直ドラ、何、怒ったときってどういう意味だ、頭に来たときってこと、いや、怒ったとき狙っちゃおうかなっていうときだけ15度あるんで、でも15度あるっつったってさ、こんだけディープフェースだからね、まだいぶロフト立ってるよね。だからほら、ゴロでもいいかなとか。ああ、そういうことね。そうそうそう。まあ、球上がる必要がないとか、左足上がりだったら、うん、まあ全然いけますよね。これ何インチ ?44 です。44。はい。C6。C6。C6。ああ、バランス C6 なんだ、これ。バランスちょっと出てないと、うん。打てないんで。で、33度、何インチのバランスいくつなの、これ39インチ。39インチ。39インチの C の4。うん、はい、335g、はい、この4本、はい、でも、え、今大体4本、4本です、その北海道でコンペ2回優勝したのも4本、はい、
このクラブ。はい。へえー、すごいね。まあ今日はね、はい、ちょっとスカイウェイにやられたけど、これで80で出てんでしょもう。出てます。78。どれを？最高でしょ。これで？ 4本で78。最高。北海道？北海道じゃない。え、最高スコアでしょ、うん、最高スコアは78。このいつ出たんですか？38年40。春頃。すごいじゃん。はい、4本で ?4 本で。もちろん。すごいね。ほんと ?13 本使わないんで、もう14本使わないんで。出てますよ、だって40の38。すごいね。だからコースどこだったのそれ。どこだっけな、古賀と、うん、あと坂東もいいスコア出てるよ。ああ、はいはいはい。うん、あの時。すごいね。はい、すごい。素晴らしい。そんなリュウジさんのクラブセッティングでした。まあ今日はしょうがないね、スカイウェイね。今日はやられましたね。やられた。はい、じゃあまた、4本で磨いて、はい、腕磨いて。はい。次会う時はちょっとフェード、おちょっとフェード、おっていうのをぜひ見せてください。はい、練習します。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、リュウジさんのクラブセッティングでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。